アドベンチャーヒーローブックスは、ツヨ文社から刊行されたゲームブックのレーベル。1980年代後半の日本におけるゲームブックブームは、ファミリーコンピュータの隆盛と時期が重なっており、ファミコンソフトを題材としたゲームブック作品が複数の出版社から刊行された。アドベンチャーヒーローブックスはその一つであるが、巻を重ねるにつれアニメや実写映像作品も原作として取り入れるようになった。本レーベルの版型は新書で基本的に文章は横書きの左開き本である。しかし中にはコミック版と呼ばれる1ページ1項目の漫画形式の作品があり、これらは文章が縦書きの右開き本となる。ゲームシステムは作品によって様々だが、バトルポイント表を用いて戦闘処理を行うものが多い。まずゲーム開始時に ABC の枠の中に任意の数字を割り振る。そして敵と遭遇すると敵の攻撃力は B+5、あなたの攻撃力は F+6 のように指示され、数値を比べることで勝敗が決まる。サイコロを使用して戦闘時にその場で無作為要素を発生させる手法と違い、最初の設定の時点で成否がある程度決まっている。アイテム不足など別の敗因がなければ、プレイヤーはバトルポイントの割り振りを繰り返して確実に勝てる設定を模索することになる。ウォーロック第6号 P35 ユーズドゲームズ総集編 4P184 ユーズドゲームズ総集編 4P186 ザ29ゲームブックス編集部総力レビューウォーロックボリューム16社会思想者1988年4月、P16。ISBN4-390800167。ありがとうございます。